空手道の発展に貢献した人物は多数いますが、ここでは特に影響力の大きかったいくつかの人物について紹介します。船越、義陳。1868年から1957年。空手、道の近代化に大きな影響を与えた人物で、沖縄手の体制者。昭和韓流空手の創始者であり、空手の型を体系化し、日本本土への普及に尽力しました。 彼は、空手に、先手なしという哲学を解き、空手道の精神的側面の重要性を強調しました。宮城、長、淳。1888年から1953年。某、重流空手の創始者で、空手の方、某重を開発しました。彼の教えは、空手の技術的、精神的な側面の両方に大きな影響を与えています。マブニ、ケン、は。1889年から1952年。 空手、道の流派の一つである、主刀流の創始者です。空手の技術だけでなく、その精神的な側面にも深い洞察を持っていました。空手道を単なる格闘技術の集合体としてではなく、修行を通じて人間性を高める道として捉えていました。中山、正俊。1913年から1987年。全世界空手道連盟号10回、強し10回空手の創始者として知られています。 中山正俊は沖縄県出身で幼少期から武術に興味を持ち、特に空手の修行に情熱を注ぎました。西山武俊、春、西山秀隆1928年から2008年。国際空手道連盟号10回の講談医者の一人です。西山は空手道の技術だけでなく、その哲学と精神面の教育にも深い洞察を持つ、ことで知られています。 彼は、空手道を通じて、体だけでなく心も鍛えることの重要性を強調しました。イトス・アンコウ。1831年から1915年。ゴー、重流空手の創始者として知られています。彼の流派は、硬直的な技と柔軟な動きを組み合わせることに特徴があり、内外からの影響を融合させたスタイルを確立しました。大山、マスタツ。1923年から1994年。 空手、道の国際的普及に大きく貢献した極真会館の創始者。極真空手は実践的な組手、フルコンタクトから手に重点を置いたスタイルで知られています。彼は空手道を通じて心身の鍛錬だけでなく人間形成の哲学を世界に広めました。これらの人物は技術の発展、教育方法の革新、そして空手道の哲学や精神の普及においてそれぞれ重要な役割を果たしてきました。 彼らの貢献により、空手道は単なる武術から国際的なスポーツ及び精神修養の道へと成長を遂げています。